ああ、一回帰ってきたんですね。ホームズの部屋。まさか、あんなことになるなんて。裁判の後、係官の方に伺ったところ、ミテルモン様はあの後病院へ運ばれたそうでございます。ちょっと無理やりすぎたか。そうですか。あんなことになったらね、今から10年前、ミテルモンさんは、バークリー刑務所の所長室の窓を破り自殺を図ったという。それ以来心の奥深くに閉じ込めてきた記憶。危なかった。ここの法廷に窓があったらもう一回やるところだった。家族にも自分にすら隠してきた秘密を僕は暴いてしまった。本当だよ。僕にそんなことをする権利はあったのだろうか。でもなぁ、真実、真実と言って。あ、なるほどくん?あ、アイリスちゃん。はい、お疲れ様。熱いハーブティーを召し上がれ、アイリスちゃん。あ、ありがとう。こういう時は熱いお茶だよね。はい、サトちゃんも二人ともよく頑張ったね。アイリスちゃん。あ、ありがとうございます、アイリス様。そういえば、アイリスちゃん、ホームズさんはどちらに?裁判が終わって控室に戻ったら姿が見えなかったんだけど。わかんないの。出かけてくるよって言っていそいそと出て行っちゃったから。え?いそいそ?メダルでも探しに行ったかな?レグソン様の事件を追っているのでしょうか。ホームズくんいつも言ってるの。え?この世界には解いてはいけない謎があるのかもしれないね。ええー。なぜなら、謎を解くというのは何かを壊すことだからだ。ええー。壊す。人を傷つければ自分も傷つく。嫌ってほどわかってるのにね。アイリーちゃん。本当に10歳。そんなことを言いながら、結局懲りずにまた謎を追っかけてるの。本当にそうだね。でもね、私はそんなホームズくんが大好きなんだよ、あら。きっとそれが大探偵の覚悟なのかな。あら。よーし、じゃあ、お茶を飲んだら、今日は私が力になるからね。え?アイリスちゃんが?てか探偵パート何すんねん。やっと原稿が出来上がったの。今月の締め切り危なかったー。アイリスちゃんもね、グレグソン君の死が、ちょっとショックだろうに。ああ、今月も楽しみでございます。シャーロック・ホームズの冒険。締め切り前はね、ホームズ君のバイオリン隠しておくんだよ。そうなんだ。それはそれは、気の毒なホームズさん。ともあれ、アイリス様がいれば心強いですとも。そうだね。アイリスちゃんと手繋いでいこう。じゃあ、お出かけの前に、作戦会議と行こうよ、諸君。え?作戦会議。ああ、本当に。あ、出てるよ。もう締め切り終わったから出ていいってこと。バイオリンという楽器だ。確か、シャーロック・ホームズの冒険に書かれておりましたね。ストラディバリウスでございます。ストラディバリウスです。佐藤。佐藤は関係ございません。また今度にしておきます。また今度にしておくか。じゃあ、とりあえず作戦会議するか。今日の法廷。それで、どうだったの今日の裁判。まだ真相はわからないけど、改めて確信したよ。バンジー・クスキョウは絶対に犯人じゃないって。そうだな。それはよかったの。じゃあ誰が犯人なんだ。はい、それに。いくつかの新しい事実も見えてきたと存じます。おお、そうなんだね。すごい、アイリスちゃん。受容してくれる。受容と共感。そしてもう一つ。あ、そげかずま。はい、本日の審理、明らかに。いつものカズマ様ではございませんでした。性格変わったのかな?まるで何か恐ろしいものに取り憑かれたような、そんなだったかな?そんなに?ええ、今日の審理の最後。
ミテルモンさんの封印された記憶をあいつは強引にこじ開けようとした。まあ、あの異様な執念。きっかけを作ったのはあいつだ。最後に質問いいですか？言うて。あそぎ。一度きちんと話をしておくべきかもしれないな。話せるんだ。死神の容疑。グレグソン・キージがもし本当に事件の前日に殺害されたのなら、バンジー X 教はやはり無実ということになるはずだ。え？前日でって。そんなの、遺体を調べればすぐわかることだと思うの。そうなんだよね。それが不思議なことに遺体解剖記録には、なぜか死亡推定時刻が書かれていなかったのです。なんでかなぁ。でもバンジークス教には他にも気になることがありますね。それはやはり？ええ、なぜあの日、フレスノ街の現場にいたのかということです。ああ、なんでコウモリ飼ってんのかなって話かと思っちゃった。バンジークス様の証言によれば、グレグソン様を調べていたとのことでございましたが、それもね、あの部屋はグレグソン刑事の秘密のオフィスだった。秘密の部屋？おお、なんだか悪巧みな匂いがするね。悪なのかな。でも現場のついたてにびっしり貼られていた事件資料は、すべて死神に関するものだった。なんだか嫌な予感がするよ。あ。悪巧みじゃ済まないかもしれないの。そうかも。巧みで終わってない。とにかくグレグソン刑事様の足取りを調べる必要がございます。そうだな。それもそうだし。あ、増えた。グレグソンの足取り？まさか刑事さんの足取りを調べることになるとは思わなかったな。その手帳によれば、事件の前日グレグソン様は、赤毛連盟の潜入捜査をしているはずでございました。あれ、それってホームズ君も言ってたあれだよね。まあ、ホームズさんは応募、刑事さんは捜査だけどね。個人的には逆であってほしかったです。そうやね。でも実際に事件の前日、その現場に現れた刑事の正体は、グレグソン刑事の身分証を持ったミテルモンさんだった。なんだかそれって、あれみたいだね。あれ？アリバイ工作ってやつ。そうなんだよね。不在証明。あ、アリバイ。確かに。って言っても、どうして刑事さんがそんなことを、どうやらグレグソン様には何か秘密にしたいことがあったようでございますね。え、でも直近で死神の手にかかる人っていたっけ？なんでここでアリバイを作んなきゃいけなかった？ただの揚げ物好きだと思ってたのにな。ね、揚げ物パクパクおじさんだと思ってたのに。その揚げ物の裏に何か一味隠していたんだね。ん？ん？あの、揚げ物ありきで語るのはやめた方が良いかと。とにかく、そんなグレグソン刑事をバンジークス教は調べていた。やはりバンジークス様のお話も伺う必要がございますね。そうだな。ミテルモン氏の容体も見に行かないといけないんじゃないの？ミテルモンって確か、昨日奥様がホームズ君に会いに来ていた？そうなのよね。ええ、失踪されたご主人を探してほしいという依頼でございました。その依頼がそのままこちらに丸投げされたわけですけどね。そういえばミテルモンさん病院に運ばれたそうですが、どちらの病院ですか？一個しかないんじゃない？病院っつったら。セントアンタルズ病院でございますね。他にないのかな？病院。なんだかよくよく縁がありますね。あの病院。なんでかな？すごいな。なるほどくんたち見つけたんだ。失踪した人。なんだかんだ出てきたよね。まあ結果的にはそういうことになるのかしら。ミテルモン様は10年前、刑務所の監視長として、プロフェッサーの独房を担当していたそうでございます。でもなんか知らないっぽかったよね。え？だって自分になんか責任がなすりつけられてやべえってなってた感じだから。でも、その脱獄の責任を問われてクビになったんだ。大人ってこれだから怖いの。そうだよね。責任責任って。上の人は責任を取らないで。いやでも、ミテルモンさんは結構上だったのか。
そしてそれから10年。ミテルモンさんは物売りをしながら秘密の仕事をしていた。グレグソン刑事のふりをして身代わりになるという。身代わりって、どうしてグレグソン君がそんなことを？見当もつかないよ。本当に？なるほど君。ちょっと、思うところが。大人がみんな怪しく見えてきたの。大人はみんな、スリだと思いなさい、アイリスちゃん。なるほど君を含めて、え？僕は外しておいてくれるかな？まだ少年の心だよ。プロフェッサー、そしてグレグソン刑事様。やはり、ミテルモン様にはお話を聞く必要がございますね。セントアンドルード病院か。なるほどな。みんなに話を聞く必要があるわ。よーし、これで調べることははっきりしたみたいだね。行こう！そろそろ出かけようよ、諸君！お、アイリス様、やる気でございますね。隠し事をする奴は、このアイリス法が物を言うの。文春みたいな。その水鉄砲が。中身はアイリス特製熱々のハーブティーだけどね。すごい。じゃあそれ、サーモスのポットみたいな。それなりのダメージが期待できるかと。恐ろしい子だな。なんというか、ホームズさんが妙に静かなのは気になりますけど。それではとにかく調査に出発しましょう。あー！エンジン？今、みんなで、おーってやったんだな。あ、アイリスちゃん！あ、やばい、めっちゃある。アイリスちゃん！見てくれ！これなんだけど。あ、弁護士の証ね。何度も見せてもらったの。あれ？そうだっけ？これが腕いないとなんとなく落ち着かなくて。たまには違うのを巻いてみたらいいと思うけどな。そうかな？例えば？そうだね。私が新しいやつ開発してあげようか。いいの？目の前の相手が嘘をついたら締め付けて教えてくれる暗証とか、すご。左腕を開けて待ってるよ。あ、両腕にね。血圧測るやつみたいだね。相手の心音とか血圧に反応してこっちが閉まるんだったら、意外といけそうかもしれん。アップルウォッチでさ、血圧とか脈拍測れるんならその機能できそうだね。てか。ホテルとか行けないの？行けないよ、ちょっと。友人。友人のお話聞けないよ。あ、また何かしてるわね。何してるのかしら。反論はいらないのだ、麻生木賢治。え？なのだ。キクーンは我が指示通りに審理を進めるだけいいな。かしこまりました。カズマ様でございます。何やらひそひそと、ボルテックス橋に歯向かうとはさすが命知らずのやつですね。まったくなんてやつだ。あ、聞こえたか。では、下がるがよい、麻生木賢治。は。下がったか。あ、下がってきた。麻生木！ボルテックス橋も消えた。行ってしまった。はあ、ああ下がってきた。それで、諸君こんなところで何を？あ、いえ、その、お話を聞かせていただこうと。ちょっと、別に。バンジークスの審理は本日で終了するはずだったのだ。誰のせいで長引いてる？麻生木賢治が余計なことを尋ねたせいで決心は引き延ばされた。あ、よかった。麻生木のせいになってる。余計なことですか。おかげで、貴重な私の時間がこうして奪われている。2時間55分41秒、42秒、43秒、44秒、45秒。3時間になる前に決着をつけるのがよろしいかと。切りよくね。あと5分もありませんね。いけるかな？とにかくボルテックス橋の起源からは目をそらして。話を聞いたか！イェーイ！え？突きつけるか。死神のこと。麻生木はバンジークス教が死神だと考えているのでしょうか。え、それボルテックス教に聞く？さあな、私の知ったことではない。そうですよね。10年前、あの国費裁判でバンジークスの名は司法外に知られた。しかし、その次の裁判で、
え？バンジンクスは敗訴した。へえ。犯罪組織のボスが無罪放免になった。陪審員が全員脅迫されていたのだ。あー、その話か。そんなことが。まあ、その者の命は出所してたった3日だったが。セミより短いじゃん。土から出て。確か、工事現場の落石で命を落としたそうでございます。あ、そうなんだ。詳しいね。じゃあ、事故だな。それがウォルト・ベイリーに死神が現れた瞬間だったのだ。へえ、バンジー・クス検事は疑われたのですか。その時間、彼は法廷に立っていた。すべては事故で片付けられた。じゃあ、事故か。確実なアリバイがあったわけか。しかし、不可思議な死は続いた。以後、死神の犠牲者と言われる不審な死を遂げた者は実に16人。死んでるなぁ。これを偶然と片付けることはできまい。まあ、偶然じゃなくなっていったのに対して本当の死神はどう思ったんだろう。ずっと続けようと思ってんのかな。その死神の正体が今回の裁判で明らかにされるかもしれない。その真実が大英帝国の国民に与える衝撃は計り知れない。だから国費裁判になったのですか。そういうことだ。別にバレちゃうと思うけどね。非公開の国費裁判、実に10年ぶりだ。10年前、プロフェッサーこと麻生義元帥の審理ですね。その通りだ。そういえば、10年前のプロフェッサーの裁判は、本来はボルテックス卿が検事を担当するはずだったのですね。そういうこと言っていいのかな。バンジークスは兄の仇を討つため自ら検事席に立つことを強く願った。そして10年経った今、奴が裁いた者の息子が検事席に立ち父親の仇を討とうとしているのだ。ん？奴が裁いた者の息子が、因果ですね。因果をめぐる、まさにこのことだな。なるほどね。しかしどうやら、あの若き検事には何か他に思惑があるようだ。そうなんだよね。麻生義ですか。私は自分の組織が全て正確に私の思い描く通りに動くことを好む。ああ、上司。この部屋の機械式の刑のように一秒の狂いもなく完璧にな。じゃあ、なんかカツンってコインでもあそこら辺に投げ入れて、そのせいで歯車がガタガタガタって言って、ガトーンって歯車外れたら、ボルテックス卿、あーってなる。やはり、それはこの部屋の巨大な機械の意味なのか。A 型ですか？あの若き賢治は我が時計のパーツであることを拒むようだ。そうなんだ。それならば、私としても手を打たねばならぬ。え？一体何をするつもりですか？麻生義に何をするつもりですか？もうピチピチの衣装着せて、機構がそれを知る必要はない。いずれにせよ、明日になればわかることだ。何をされたんだ？なんか脅迫されたのかな？脅迫罪ですよ。それではこの辺で失礼するとしよう、ドロン。ちょうど今、会議に3時間遅れになる時間だ。やった。なかなかのちょうどっぷりでございます。全面的に機構たちのせいだ。僕たち5分しか話していないのに。やめてください、そういうの。もしよろしければ、麻生義元帥とその、お話しさせていただきたいのですが、本来裁判中の検事と弁護士が法廷外で語るのは望ましくないが、確かに、特別に面会を許可しよう。麻生義ならばオフィスにいるだろう。優しい。ありがとうございます。なんだ。優しい。カズマ様の執務室、参りましょうとも。カズマ様のというか、麻生義、僕の親友なのに。なんだろう、うまく話せるか自信がないな。なんかね、そういう時もあるよね。本をお借りしたくても言い出せません。あれ？検事執務室。今、行っていいのかな？
まだ病院に運ばれたばかりですから、面会は控えましょう。そうか、順番がある。物事には順番というものがあるんやなぁ。あ、新しくなってる。いちいち作ってんのかな？ニュース番組みたいだな。ここが葬儀検事の執務室か。あー、え、もう乗っ取ったの？やば。カズマ様、立派にお仕事されているのですね。え？あそこでしょ。バンジークス教の執務室の隅っこに正座させられて。カズマ様、お仕事をなさるときはいつも正座でございます。そうか。せっかく気合を入れてやってきてみたものの、いないのか。ケンジ様はお留守のようだな。なんだ、先にもう一人のケンジ様にお話を聞くのも良いかもしれませんね。そっか。でもちょっと調べたくない？この前と文言変わってるかな？どれどれ、これは何かな？なるほど様。カズマ様のいない間に情報を探るのは公正ではないかと。ええー、そう？お部屋を調べるのはカズマさんが戻ってからにしませんか？あ、わかりました。葬儀が絡むと厳しいな、佐藤さん。でもそっか、バンジークス教がそもそも今回はいないから。それはなんちゃらかんちゃらだ、みたいな。そういう話、ないのか。ちょっとさ、ワインさ、ぶどうジュースにさ、貢献しちゃう。甘っ！みたいな感じになる。う、甘っ。ああ、ご本読んでいますね、バンジークス様。動物園かな？とても声をかけづらい雰囲気なの。絶対気がついてますよね、僕たちのこと。ねえ。あ、こっちに来たよ。何しに来た、日本人。それが一生懸命戦った弁護士にかける言葉ですか？じゃ、それもそうだな。え？あ、音楽鳴らない。申し訳なかった。話を聞こう。あ、じゃいーん、ミスター、なるほど。やっぱりこれがないと。素直でございます。バンジークス様か。珍しい。明日は2週間ぶりにロンドンの霧がさっぱり晴れるかもなの。すごい。なんだか調子が狂うな。なんだかな？思ったよりやるものだな。え？あんた割とやるもんだねと。え？あ、ありがとうございます。まあ、今回の審理はちょっと、すごい方向に飛んでいったけどね。貴公ではない、あの検事だ。あ、日本人のな。あ、させん。あ、そっちですか。あ、皮肉なものだ。日本人を憎むこの私が二人の日本人に裁きを委ねるとは。本当ですよね。それが、死神を演じてきた私に対する罰だというのか。演じてきたか。まあ、ほっといたっていうのもちょっと良くない。まあ、でも、だから今こうやって調べてるのか。そういうことでもありますよね。死神の名が知れ渡ることで重大犯罪の件数が減った。だからこそその名を引き受ける。以前そう言っていましたね。私が目して死神であることで何かの役に立つのであれば。犯罪者どもと戦う身としてそれ以上何も言う必要はないだろう。まあ、悪い人が死んでるわけですけどね。先日死神に命を奪われた悪人の手下があなたを襲撃しましたね。そういうこともあるもんね。これまで何度もそんなことがあったそうじゃないですか。誰かがあなたのその沈黙を利用しているのです。それもそうなんだけど、奴が大法廷に現れて以来、私は自らの手でずっと追ってきた死神という組織を。組織？組織かなぁ。組織でございますか？単独では？これまでの犯行、当然一人でできることではない。え、そう？そうなの？死神は常に被告人と事件に関する正確な情報を握っている。一体誰なんだ？それはつまり。
ヤードのものが何らかの形で関わっていることを意味している。なんだって?ヤードのもの、まさか!時間はかかったが、ついに死神の中心にいるものの正体をつかんだ。ああ。ポーズ。トバイアス・グレグソンだ。そうだったのグレグソン刑事が死神だって?そんな匂いはプンプンしていた。この回、ずっとそんな匂いだったけどね。それでは、バンジークス卿がグレグソン刑事を調べていたのは、死神の正体を暴くためだったのですか?オールドベイリーの死神、その正体は一人の個人ではない。スコットランドヤードを巻き込んだ極秘の組織だと思われる。でも、グレグソン刑事はその組織の中で重要な位置にいたのだ。他の人は別に関係ないというか、モブ的な。なんという。じゃあ、悪者たちの命を奪ったのは?実際に手を下したのはグレグソンではない。あ、そうなんだ。そうなの?彼はターゲットを極秘で調べて殺害計画を立てる頭脳だった。揚げ物でカロリーを摂取していたのか。その情報収集のために彼にはアリバイが必要だったのだ。だからミテルモンさんに刑事のふりをさせていたのですね。組織か。エブリデイミテルモンは死神のことは何も知らない。だが、フレスノ街のあの部屋こそ彼らの基地だったと考えられる。ああ、でもグレグソン君死んだ時なんかめっちゃ悲しんでる人多かったもんな。ああ、そういう慕われてるからそういう組織ができてるってこと?グレグソンは殺人の実行犯とそこで会って計画を練っていたのだ。それでは、その殺人者の正体はわからないのですか?組織ってどんぐらいの規模やねん。いや、その名前はわかっている。なんですって?それが死神の正体でございますね。二人?グレグソン君ともう一人。あるいは、女神かもしれぬ。は?名前は、暗殺者。は?若い女なのだ。サッシャーだって?サッシャー。暗殺者。暗殺者?それが恐ろしい殺人者の本名。全然今気づかなかった。ああ、そうか。あれ、サッシャー。そうか。あれ、今までも暗の部分出てたっけ?出てたかな?暗殺者。そうか。そうですか。超ダジャレじゃん。留学生として大日本帝国を訪れ、ジョン・イチ・ワトソン教授を殺害。領事裁判権でその罪を逃れ大日本帝国を去るまさに直前。でもな、死んだじゃんか?夏の浜辺にその命を散らした謎の女。最近は。彼女の正体は大英帝国から送り込まれた死神だった?じゃあ、なんだい。ワトソン博士もかい。なるほど様、この場であの者のことは。ええ、わかっています。ここでは話せない。殺害されたのはジョン・H・ワトソン教授。アイリスちゃんの父上なのかもしれないのだから。ん?ここまで引っ張って本当に父上ってことある?全然違う人だと思うな。暗殺者、私の父に伝えるべきだと存じます。ええ、そうですね。友人タイム。